リアル社大。リアル社大は、アメリカ合衆国で生産されたサラブレッド競争馬、シュボバ。1981年から1982年まで、フランスで競争生活を送り、G2 競争のドービル大賞に優勝した。他ジョッキークラブ賞、フランスダービー、サンクルー大賞で、それぞれ2着の成績がある。通算発戦2勝。競走馬引退後の1984年より、 日本で種ボバとなり、大歌賞優勝馬車大カグラ、阪神三歳ステークス優勝馬、イブキマイカグラ、GI 競争三勝を挙げた、ライスシャワーなどを輩出した。1993年度日本リーディングサヤー、長距離向きの馬を数多く輩出する種ボバとしても知られた。1979年、アメリカ合衆国県タッキー州歴ントンのノースリッジファームによる生産。 父ロベルトはヨーロッパで走り、1972年のダービーステークスなど G1 競争を参照。母、デザートビクスンもベルデームステークスでのレコード勝ちなど、数々の大競争を制し、本場が誕生した年にはアメリカ競馬の殿堂に加えられた名品馬であった。祖母デザートトライアルも12勝を挙げており、その他の近親にも数々のステークス優勝馬がいた。 一歳時の1980年7月、キーインランドで行われたセリー市に上場され、日本から参加していた競争馬生産者の吉田全財に36万ドルで落札された。将来の日本での種ボバ入りを前提とした落札であり、特に吉田の経営になる、ヤシロ大グループの主力志望は、農ンテイストを父に持つ品馬との配合を見越したものだった。本馬の祖父。 ヘール・トゥリーズンから連なる系統の種ボバは、ノーザンテイストの父、ノーザンダンサーの血を受けた牝馬との和合性の高さを示して勢力を伸ばしたが、本馬の場合、血統の相性以上に重視されたのが、つなぎの形であった。本馬は、つなぎが硬く、極端に立った形をしており、逆に寝た形が多く、時に柔らかすぎるつなぎを持つ馬も出していた。 ノーザテイストの欠点を中和すると考えられたのである。競争年齢の2歳に達した1981年11月にフランスへ送られ、ノーザンテイストの競争場時代も手掛けたジョン・カニントン、ジュニア級者へ入る。2歳児は2戦した下が勝利を挙げることなく、休養を挟んだ。翌1982年4月にマロニエ賞で初勝利を挙げた。続く、オカール賞では、 直線で鋭い伸び足を見せて3着となり、G1 競争初出走のジョッキークラブ賞、フランスダービーでは3番人気に支持された。レースでは、先行作から最後の直線で先頭に立ったが、残り200メートルでアサートにかわされ、同馬から3馬審査の2着となった。続く、サンクルー大賞も、先行作から3着と敗れるが、秋に出走したドービル大賞では、 後方対機策から最後の直線で鋭く伸び、2着ノーアテンションに一馬新反差をつけて重賞初勝利を挙げた。なお、ノーアテンションも後に種ボバとして日本へ輸出され、GI 競争参照のスーパークリークなどを排出した。フランス競馬の最高峰、外旋門賞では3歳ヒン馬アキーダの5着と、敗れたが一番人気に押されたアサートや、 オールアロングなどに先着している。後リアル社台は、アメリカへ戻されチャーリー・ウィッティンガムの管理下へ移ったが、アメリカでは一度も出走することなく、1983年11月に、種ボバ入りのため日本へ送られた。ヤシロダイ・ファーム早来た、後ヤシロダイ・スタリオン・ステーションで、つなぎ用されたリアル社台は、初年度産区からミュゲロアイアル、フリートークといった、重症勝利場を、 排出、1989年には2年目の3区、社大カグラが、大歌賞に優勝し、3区の GI 競争初勝利を挙げた。その後も数々の活躍場を排出し、1993年には、日本リーディングサイヤーとなった。吉田が後輩を見越していた、ノーザンテイスト品場からも阪神サ歳サステークスの、優勝馬イブキマイカグラなど数々の活躍場が生まれた。 母親に似た子を出す傾向があったが、自身からも発達した後、ムクを伝える特徴があり、産句が備えた鋭い瞬発力の源になっていた、ともされる。他方、前述の固く立ったつなぎが強く遺伝した場合には、大きな故障が増え、GI 競争で参照を上げながら競争中の故障で、安楽死処分となった、ライスシャワーなど、三句に、悲劇の名場、 未完の待機といった類が続出する原因ともなった。また特筆されるのは長距離競争での強さである。1991年から1996年8月まで集計されたリアル車大3区による2300メートル以上での成績は勝率が全種母バ平均の8.8%に対し17.1%。 全勝利に占める2300メートル以上の割合は同3.2%に対し14.2%であった。勝った3つの GI がすべて長距離競争だったライスシャワーは最後のステイヤとも称された。またリアル車台を母の父に持つイングランディーレアドマイアジュピタもそれぞれ長距離 GI 競争の天皇賞春を制しているが、この 母の父リアル社代は長距離 GI における定番の血統ともなっていた。リアル社代は2000年の種付けを最後に種子場生活から退き、以後は八代大スタリオンステーションで功労馬として余生を送った。2004年5月26日、右後ろ足に発症していた低用炎により衰弱し死,死亡。25歳暴打つ。死後の2009年、 ヤシロスタリオンステーションにノーザンテイストと共に、馬像が混流された。吉田全財と親しかった、山野光一は、リアル社大の不法に接して、自身のブログに次のように綴った。出典、ジャビスサーチリアルシア大、USA ダネボバ情報各ページ、カッコ内は、各場の優勝競争。GI 競争優勝場、中央競馬及び、中央、 地方統一重症競争優勝馬。地方競馬重症競争優勝馬。GIJ プニー競争優勝馬のみ記載。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。